根底はめっちゃ中二病やから難ししく表現したいみたいなのもちょっとあって「火」っていうよりなんか「炎」って言った方がかっこよくねみたいな感じ賞味感覚で全部歌っとるんで何小節がどうのこうのとかあんま分かんないんで,でも感覚で全部ここまで来てるんでもう分かんないんですよこれは自分磨きみたいな行為これって「オールナイトニッポン」のそうですその自分磨きって言ったら春日語で はい、ということで、今回のゴールデンアッシュポッドキャストのゲストは、ラップスター2023年出演していた、山田ギャルジンくんです。よろしくお願いします。お願いします。Yes, let's go! お願いします。いい、いい、乗れっぱギャルってついてるだけ。<laughs> そうっすね。あれですね。いいっすね、いいっすね。そうそういや、マジで、あの、もう財布はめっちゃ聞き,っき心地やばくて。 わあ俺も自分で聞いてめっちゃよかったっす俺かっこよくねえってあったさ <laughs> <laughs> いいねそうなんだうマジで行ったと思ったっすけどねそうだよねえやっぱどうだった落ち,落ちたっていうかもう落ちたよねそれでどう,、うん、どう感じたっすかえでも最初はまず通知来る前にそのゴーの、うん、えもう確実に行ったわと思って <laughs> で周りの友達とか先輩からも「うんうん、いやお前通ったよ」みたいな次考え みたいな感じの、ね、まあ俺もそのマインドやったしでふわーって余裕ぶっこいとったら落ちてめっちゃびっくりしたけどで今ちょっと時間経ったけど結局やっぱ注目してもらっとるからやっぱこうやって呼んでもらったりもしてるし、ね、注目されとるからもう何出すかみたいなどんだけ今のやりたい曲とかなんか作品を出すかみたいなところにかかっとるからもう一旦ラップスター置いといてみたいな感じ。うんうんうん では今あるっすね。なるほど、なるほど。そうか、そうか。いや、でももうサイファーは、なんて言うんだろうな。すげえ何回でも聴いてもすごいいいというか。うん、ただ、俺結構、なんかそのやっぱラップ、他のメンバーとかは結構わかりやすい歌詞が多かったんだけど、ジングー君に関しては、なんかすごい抽象的な歌詞だったから、結構それについて結構ゴンゴン。 深掘りししててていいききたいなっっ<ー>結構俺の中で全部書き出したんですよねとりあえず。それで、まあ、まずあの秘密られた太陽うん、うん、昨日のことのように見てる回想、うん、これはなんかまあフックっすよねうん、うん、これは何か何について話してんのかなっていうの気になったんですけど。だからまず一発目の曲やったからんかまあ言うたら自己紹介の曲みたいな感じでフックは言うたら自分が。 音楽する動機っていうかそのみたいな感じのこと書こうと思ってあの日見せられた太陽っていうのは俺地元が石川で田舎でマジ何もなくて箱とかもなんかそんなないみたいな現場とかが全くないみたいな感じあってでも大学でこっち上京してきた時にずっと聴いとった人のライブ絶対行こうと思ってて初めて行ったのが。 当時主催のプラチナエイドっていうライブやってそっからトキオシャーマンっていうグループっていうかいるんですけどそれこそ釈迦さん釈迦坊主であったりシックボーイシド・ザ・リンチとか五イ海斗君とかそこら辺に影響受けてっていうかそれに見せられて輝いとる言うたら太陽みたいな感じやったんですよ自分からしたらステージ上で。 で,でもそれ今自分がこのステージ立つ側やけど、はいまだにそのなんやろ客席から見とった光景はなんかずっと脳裏に焼き付いとるみたいなあなるほどねで今やってるよみたいなはいはいはいラップやってるよって感じの歌詞ですね、うん、あそういうことだったんだなるほどねあのそういうことだ太陽っていうのがその人やっぱんかちょっと見てたんですけどなんか釈迦坊主とか、うん、その悟空海議とか、うんうん、そういう 方はもう昔からずっと聞いいてたみたみな感じなんですかうん、うん、そうすね、うん、あれ高校の2年の時にサウンドクラウドパッてもともとんかサウンドクラウド EDM とかのマッシュアップとかちょっと昔にサウンドクラウドで出すみたいなのが行っとってで俺 EDM まあまあ聞いとってで友達が「サウンドクラウドってやつにいろんなマッシュアップ上がっとるから入れねえや」って言われて入れて。 1> その高1ぐらいの時からサウンドクラウドは入っとってちょこちょこ聴いとってでヒップホップも聴いとってでパッってなんかそのサウンドクラウドを開いた時に五光海斗君やったり社歌さんとかの音源出てきてでそっからって感じっすねうんそういう感じなんだんサウンドクラウドで見つけてみたいななるほどねえその当時は自分のスタイルはしてなかったんだ <ん>最初にその当時は自分で曲載せたりとかはしたあ<ー><て>全然全然普通に減ってる普通なへ、うん、えー、なるほどね、うん、えそんな感じその書き,書き始めたのはいつからなんですかえでも大学2年の時で、はい、コロナがブワってもう流行り始めみたいな時10万円支給されたじゃないですかああ パソコンは買い与えてもらったんですよ親からってなったらマイクとオーディオインターフェースぐらいやなってなって10万円あるしと思ってででもその時2020のほんと今ぐらいからあそうなんだ 始めたのとか、えー、曲作り始めたの、えー、そんぐらいっすねなるほどねじゃコロナのお金使ってもいいんだってそうそうバイク買ってみたいなやることねえしと思ってコロナ暇すぎて大学も休みになっとるからずっと家で暇すぎて家でやれることっつってで俺が好きなことってなったら曲作るかってなってパッって作り始めたみたいなええー、そうなんだそうそうじゃあまだ3年とかそう3年ぐらい本当丸3年ぐらいかな今でぐらいっすす、えー、すげえな なるほどねそっかそっかでラップスターサイファーまで行ってみたいなあそうですね,そうですねえラップスターは前に応募仕事とあったんですかいや今回初めてで初めてなんだ今回からオートチューンの使用があの可能みたいな,なあそうなだからそっか今までなかったのかそうなくて<ー>だからそれって多分言うたらこっち系統俺系統とかメロな人ら <laughs> もう認められたんかなと思ってっていうのもあるし出た動機はなんか まあ俺、そもそもそんながっつりラップ、一応ヒップホップっていう土台にはおるけど、うんうん、なんかラップちゃんとしたことあるかなと思って、ラップ、スター、この機会やし、ちょっとラップやってみるかっていうので応募したっていう経緯もある、ね、うそうなんだ。なるほどね。へえ。ー、そうかそうか。じゃあちょっと次行こうかな。えっ、ー、と、口取られた単色ナイコン。光まとえばそれなくなるの。は、 まあ、そのやっぱ何回も俺、うん、時真時雄シャーマンとか言っとって影響を、うん、<laughs> 受けたって言っとってで髪も言ったらこん長いからうん、うん、やっぱどうしても釈迦坊主ってめっちゃ言われるんですよ、うん、あ言われるんだ<う> <laughs> とかまあそれもそうやし、うん、山田ギャル神宮はなんちゃらこんちゃらみたいな 言われてうん、うん、その縁取られた単色のアイコンってなんかその、はい、山田ゲル神宮はこうだよねみたいなあいつに似てるよねみたいな一方通行的な意見あアイコンそのアイコンになってしまっとる<ー>っていうのも光まとう、まあラップスターでこうスポットライト浴びとるうん、うん、自分が輝いてる姿を見せればそういうのって全部払拭できるよねみたいないう歌詞っすね<ー>の言この最後の落としどころみたいな。な なるほどねうわすげえ深い <laughs> えこれでもさ解説しないと結構分かんないよね多分ねそうなんですけどでもうん、うん、なんか受け取り方俺の一応正解ではあるっすけど別にその違った受け取り方でも別に間違いじゃないと思っててだからなんかその人の受け取り方次第でどうとでも変化できる。 そう、歌詞の方が好きなんで。そういうことか。なるほどね。一応自分の中の意見はこれですけど、はい、どう捉えてもらっても構わないって感じではあるっすね。なるほど、なるほど、なるほど。あ、そういうことか。だからあえて抽象的にやってるっていうのが。そうそうす、ね、そう。とか受け取り側がね。そう,そうそうそう。でもなんか確かに、その抽象的だからこそ、なんか俺とかも聞いててすごい気持ちいいっていうのも多分、その、なんかやっぱ、 これはその人群のバックグラウンドだと思うんだけど、俺らのバックグラウンドに重ね合わせたりとかしても、もううまくいくかもしれないっていう。なんかこういうのとかもそう、なんか自分の中の情景だったりとか、イメージとか、すげえ当てはまるなみたいな。それが一番嬉しいですね、やっぱ。うんうん、すげえ、それはなんかなるほどな、みたいな。エモいし。そうそう、だからなるほどなと思って、うんうん、そっかそっか、おもろ。そって次は、 これだこれを知った知りたかったこれを知った動いた体位だこれはなんかそのやっぱステージ上でさっきも話し,したんですけどいろんなアーティストが歌っとるの見て、うんまあ、めっちゃ気持ちよさそうなんですよ気持ちよさそうで <laughs> で俺も何回かこっち来て、はい、音楽始めて、うん、あのライブ、あのー、やらして。 もらってもう俺もその気持ちよさ知ったしうんってなったらもう動いたまあ「体体」って読ませてるんですけどいうのはもう応募しとったよねっていうああそういうことかこの気持ちよさ知ったら脳で考えるより体が先に動いてしまったよねみたいな感じああなるほどねそういうことかなるほどなるほどなるほどわるほどな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 るほえそれで 絡みつく光の線を鏡の前の自分に当てはめていたこれは、まあ、さっきまあスポットライトっすね、はい、光がバーってこう自分に当たっとる絡みつくっていう表現ででなんか絡みつく光の線を鏡の前の自分に当てはめていたんか自分家に、うん、等身大ぐらいのはい、はい なんか姿鏡みたいな。うんうん、で、そこで、ようライブ前とか、はいはい、自分、なんか一人ライブみたいな。こうやってう、タバコ吸いながらこうやって動いたり、イヤホンして。<laughs> で、その、なんかラップスターでクソかましとる自分を、鏡の前で踊りながら当てはめとるみたいな、その、イメージと、<ー>そう動きみたいな。当てはめとるみたいな。そういうことか。なるほどねいい。そういうことか。今はいらない安息地つないで動かすは、マイストーリー。 これ自分のリリックス曲の。あの、マイストーリーって自分の曲のリリックスすね。はいはいはい、はい。これはなんか普通に、まあ、自己紹介し、まあ自分の曲のフレーズも入れて、もともと俺のこと知ってくれてる人もここで絶対上がるなと思ってたし。はい,はいはいはい。まあ意味的にも多分通るなと思って、そうだね。入れてた。ああ、なるほどね。え、このところはあれか、その、今いらない安くち、3ガスのマイストーリーっていうのは、なんか今はもうグラインドして頑張なきゃいけないとか、そういうことそう、なんか今休む暇とか。うん その休む場所みたいなのはそまんまほんといらんしでも走り続けて、うん、全部終わるまでうん、うん、もう動き続けるのが自分の人生やって感じっすね、うん、なるほどねそういうことかええー、いいねいいねで未来も過去も感じる同時 なんか自分って切な主義なんかその今,今にめっちゃ重点置いてるんですよなんかほい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 んかまあ過去も過去としてあって未来も未来としてあるけど結局今自分がどうするかで過去も未来も全部変わるっていう思考でほい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 おもしろいなだからもう過去も未来も全部今に集約されとるってことなんですだから全同時に感じるみたいな全部がえ過去にそのいろんなアーティストのライブ に見せらられたから俺が追ってでその先で多分俺みたいな、うん、あのリスナーの人も現れるかもしれんみたいなっていうのは今俺がどうするかにかかっとるみたいな<ー>だから全部同時に感じるみたいなっていうリリックスなるほどね切な主義ってあそういうことかでも過去はさあるわけじゃん、うん、どういう意味そのかなんか今の感じ方で、はい、過去ってすげえんか今すげえ楽しかった で過去がめっちゃクソやったりした時に今楽しかったらでも美化されるじゃないですか。<ー>いやあの時ああやったけど楽しかったよねみたいな。だから結局今な今それでもし今もクソで過去もクソやったら何も変わらんやんってそのマイナスなままやけど今プラスやったら過去のマイナスもプラスになるまあ、美化される、えー、から結局今なんすっていう今やなっていう考え方。 なるほどね。そう、事象自体は変わらんけど、受け取り方が今で変わるみたいな。はいはいはい。っていう考え方、自分はしてる。あ、ちょっと分かったかもしんない。確かに確かに。そうだね。例えば、昔大変だった経験とかも、今に繋がってるから、っていうふうに考えると、いや、過去もあってよかったねってなるよねってことだよね。そう。そういうことか。なるほどね。うわ、深いな。生らふけ。なんか、え、なんか C 聞いてるみたいな。あ、でも、そんな感じでいつも書いとる 3D とあ、そうなんだ。 え元々物書きややってたの <laughs> いや全くでも五教科の中で、はい、あの現代文、はいま、国語は一番好きやったっすね。あーそうなんだやっぱ模試とか俺大学進学やったからはい、はい、模試とかもうん、うん、なんかその大問1234がその国語あってうん、うん、で大問12が言うたら現代文で34、はいえー、が漢文と古文みたいなあそうだったわ。 で漢文と古文、俺、ま、暗記科目やから正味全く分からんかったけど <laughs> け <laughs> ほぼそれ、俺一にノーミスで取ったりもう、えー、その現代文ぐらい結構得意で自負して<ー>結構見たりするな本とかでも全く読まんけど、うん、そううい読まんけど、はい、そういうなんかパッて出されたもの、はい、パッて読むみたいなのがすげえ好きやったりしたから。はいはいえー だから国語語っってかもうも日本語好きっすねうん、うん、普通になるほどねえ。でも本読まないのにこんないろんな言葉をかけるってすごいなってめっちゃ俺絶対本読んだんだろうなって今聞きながら思ってて違うって言われてあれみたいな。んかそう <laughs>、うん、結構聞かれたりするんですけどこんな離陸書いとるからそうだよねでも多分俺多分根底はめっちゃ中二病やから <laughs> 多分言葉をめっちゃ多分俺ディグるんですよ <laughs> そうなんだったん,、はい、んて言うんやろなんかその。 難しく表現したいみたいなのもちょっとあってそれも多分12秒やからんかそうなんだんかその「日」っていうよりんか「炎」って言った方がかっこよくねみたいな感じそっから多分来てるんですよ d クはそっちなんだそうなるほどねそっちかそういうことがだからそれこそ「当たる」って書くより「まとう」って書いた方がかっこよくねみたいな 中二病やからこそ多分来とるリリックっていうだから結構なんかそのリリックで行き詰まった時とかも言い換えとかで結構なんか調べたりでなんかそれで蓄えてったりこういう、えー、感じはあるっすねなるほどねえじゃあ結構えでもじゃあその自分がそのインプットとして読むものとか読,む、まあ、読まれてたから、うん、漫画とかアニメとかあそう多分そ,っそっちこ,こもめっちゃ多いは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 い 結構 <coughs> 漫画かアニメめっちゃ好きでそこからも多分中二病的ってかエッセンスは多分めっちゃ入っとるっ思う意識のうちに多分出とると思うっ、はい、すね,なるほどねえどういうアニメとかが好きやっかえー、でも結構みんな,なんやそれこそいうんいないれとか、うん、多分見とったんやろうけど俺そこ全く通らんくて俺もいないれ見てたわ なんかみんな多分いないでとか俺ら世代っていうか多分20代の人もみんないないでとかそこら辺「ゆうたドラゴンボール」とか「ワンピース」とか多分がっつり見とった世代見とる世代やと思うけど俺そこ通らんと早めに深夜アニメの方行って初めて見たアニメがその深夜アニメで「軽音ってアニメでああはい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 これだよねあうそ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 の軽音部の高校のって話でそっから 日常っていうアニメ行ったり京都アニメーションってやつがそっくで好きになって共和に見出してそっからいろんなんかアニメ結構ディグってみたいなでようやっか今になってルト見たりとかしたりみたいなあ逆にねそうそうそうへえなるほどねだから結構んか中二病の部分を多分アニメとかそう 増幅させとなるほどねえっ軽音じゃ軽音を見てたってことは何か軽音部とかやってたのいや全くあ全くゴリゴリ野球部やった、ね、あ <laughs> いや野球部なんすかそ<う>マジで小中高がっつり野球やっとったっすねちょっとびっえ,え意外すぎてびっくりしてるっていういやこれも多分ちょ写真見せたいんですよ見たい見たい見たいえだからびっくりするっすまさか坊主まさか坊主っすね <laughs> マジで <laughs> ええー、ちょっと待ってえっこれでもちょっとえっ全然違う,う全然こうこれいや全然違うっすちょっと見れるかない<の>ける見たねあ俺がね、うん、合わないもっと明るくしたら見えるのかな <laughs> かわいいかわいい <laughs> <laughs> そハかハハ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 いこれはちょっとやばいっすよ確かに<う>え全然違うわそうで結構まあ飯トレみたいなのもちょこちょこあったからはい、はい、今より体重たぶん10キロぐらいあってで結構がっつり野球やっとったっすねマジか の,オタクの野球部みたいなあんま多分おらん感じの <laughs> いやいらないなかなかいないよね <laughs> 確かにね珍しいそうそうそうなるほどねえっじゃあ野球はもう好きでずっとやってたんだなんか好きっていうか、うん、地元が地元で結構まあ言うて閉鎖的な<ー>田舎ってやっぱ閉鎖的やからまあ確かにねやっぱどっかの誰々がいや、うん、なんか習い事をみんなでしようってなったらうん、うん 俺もやらんだんじゃないけど輪に入るために <laughs> でそっからナーナーで始めた野球で小学校その言うたら友達とか先輩らが入っとった学童野球みたいなとこから始まってでそのままあの中学も一緒やから中学野球部入ってでなんか高校もなんか勉強したくなかったからなんか野球の推薦みたいなのがあってそれなんかその高校の。 練習そのなんか体験入部みたいなのに行けば、推薦もらえるみたいな、めっちゃちょろい奴があって、<laughs> で、俺もそれ行って、みたいな。で、そのままずっと、だらだらーと野球をやっとったみたいな。へ、えー。まあ内心点も、まあ上がるし、野球部やったら、みたいな。まあそうだね、部活強いし、みたいな。はい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 。感じで、そのまま、小中高、野球、やっとったって感じっすへ、ねえー。どこのポジションやったんですかライトっすね。ライトなんだ。ライトっす。こっちだよね。こう見た時にこっち側だよね。 えっとですね。えっとこうあったらもうここそこだね。そうだそうだ。ファースト側のファースト側の方だ。そうだね。ファースト側の方だ。えなるほどね。わすげえ意外だな。やば。結構そう意外はははいいいって言われるすもんね。写真とか見せたら確かに確かに。え髪はいつから伸ばしたんですか。えでもその高校終わってから結構なんかはっちゃけたっていうかいろんな髪型してそれこそなんか前髪だけに してみたりとかここ,ここ全部刈り上げてここら辺とか全部刈り上げてここ前髪だけあるみたいなでそっから伸ばしてちょんまげにしたりみたいなのがあってえでもなんか、まあ、ちょっとずつ落ち着いてってななんかそのここここてっぺんだけなんか長くてここ全部刈り上げとるみたいな状態あってここはまあ長くてでもうほっったらかしとって。 で結構てっぺんが長くてここの中の髪が、まあ、肩ぐらいみたいな、えー、なったタイミングで一回全部切り揃えてウルフぐらいにしてそれがん1年半とか2年前ぐらいで1年ぐらいでこんぐらい伸びたですね肩ぐらいから結構伸びるの早くねそれめっちゃ早いっす俺も <laughs> そう早いですだ伸びるのめっちゃ早い 2> <laughs> 2年1年年でそれはやばいよね結構だからそうなんかえ MV とかビデオ撮ったやつ、そのマイストーリーって曲とか、メインとかが、まあ1年ちょっと前なんですけど、もう言うてこんぐらいやったから、めっちゃ伸びるの早くて、そうだよね。したい髪型もないから別に、切ったりもないから、もうこんだけ伸びたっすね。早いし。すげえな。すげえ、めっちゃ意外すぎて、すごいな。おもろ。なるほどね。野球部。野球部だったんだ。おもろ。 すっげえ。そ、そうか。ちょっと待って。じゃ、次行くか。あ、まあでもこ、これ気になってたんだけど、これは、そう、岩が言ってたんだけど、うん、岩こうたが言ってたんだけど、うん、これは自分磨きみたいな行為で。はいはいはい。これってあの、オールナイトニッポンの。そうです。やっぱそうなんだ。ちょっと説明ししっリトルトゥースっすね。リトルトゥースなんだそうでリトルトゥースで、<laughs> なんか、審査員分かんなかったっすけど、R さんは俺やろうなと思って、なんか、その、ぐい それこそなんかマイストーリーの歌詞入れたりしとるのもなんかその俺を元から知ってくれとる人やったら上がるなとかなんか人に受けるのも言ったらそうっすけどでもなんかコアな人に受けるみたいなのが俺超好きで分かるやつには分かるみたいな分かるやつはもうなっとるみたいななんか超好きで,で R さん俺やろうなと思ったんで。 その自分磨きって言うたら、うん、その、カスガ、俺、はい、ですけど、カスガ語で、まあ、オナニーって、自ーコーイ、ジって意味で、<laughs> だから、まあ、俺はなんか、まあ、優勝とかももちろんあるけど、うん、まず俺が気持ちよくな,なるためにこれは出とるみたいな。はい,はい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 。で、なんか、その、意味的にも、うん、あの、言うたらこれ、ラップスター出ることによって自分、 としてももスキルが上が上るみたいな意味にも自分磨きってそのままの意味でも取れるし、その、リトルトゥースからしたら自分磨き、これはオナにめっちゃもう俺がただ気持ちよくなる行為で一緒についてくるのが優勝だよみたいな、っていうことっす。<laughs> そういうことか。そうそうなるほどね。これすげえな。るさんは多分、あの、この前話したんですよ。あ、そうなんだ。その時にやっぱ分かってくれとってめっちゃ嬉しかったです。え、ルさんも何オールナイトニッポンきック聞いてんのあそうそう。てか、あの、結構、 いいろろやっとっとてうん、うん、それこそあのオードリーとクリーピーはあーゲストでうのあの来たりもしたりするしでそこで多分分かるやろうなと思って入れたっすね。はいはいはい、入れたみたいな。はい、なるほどね。わすげえこれ聞けば聞くほど結構おもろいかもしれないしねでもすげえなでもこれ俺やっぱ聞いて思ったけどなんかすげえ2面なのかなみたいな。 結構その自分の意味がめっちゃあってうん、うん、でもその自分の意味を万人でも自分に当てはめるような言い方をしてみたいなこういうその二面性みたいなそうそうその部分はあるかもしれない基本的になんか二面性ってのをめちゃめちゃ意識しながら曲作ったりもするしそこは多分少なからずあると思うっすねラックストの歌詞でも、ね、はい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 、はい、すげえななんかめっちゃ伝えル出てるしいやなんか 技術がす,すげえなみたいな。ええ、嬉しいっす。いや、聞けば聞くほどめっちゃおもろいみたいな。ええ、嬉しいっす。やばいね。えー、でも結構俺、なんかその、まあ、俺それこそ今、その、ラップスターの、あの、サイファーメンバーとか、結構来てもらって、ゲストで,でうん、うん、出てもらったりとかしてるんだけど、うんうん、結構、その、神宮君、出てほしいみたいな声も結構あって、俺のコメントの中で。 ああそうそうそう。しい。そう、で、サイファーもめっちゃ名前出てたし、俺のやつもめっちゃ名前出てたし、みたいなのもあるから、で、俺もいいなと思ってたから、声かけさもらったんだけど。え、ありがとうございます。いやいや、ごちそうごちそう。え、やっぱどうだったおっしゃった時だって、ま、さっきもさ、びっくりしたって言ったけど、結構、視聴者の反応結構すごかったんじゃ。そうですね、なんか、その、俺のアーシャとか作ってもらっとる、レノさんっていう、大阪にいるレノさんっていうアーティストの方がいらっしゃるんですけど、その人から、ポンって連絡飛んできて、 ギャルくんトレンド乗ってるよみたいなツイッターのでえってなって速攻行ったら山田ギャルジングは一応トレンドになっとってそのラップスターのその合皮の放送日のでめっちゃ俺もその時エゴさしたらめっちゃ結構なんで落ちたみたいなのがバーってあって結構まあ荒れたじゃないですけどいろんなコメントが飛び交っとってそうなんだ 求められとるんやなと思ったしだからまあなんか落ちたけどいや求められとるからまあ俺このままやり続けるだけやなと思って,、ね、って感じたっすねありがたいありがたいっすめちゃめちゃえでも確かにそういう意味ではもうサイファーに出ただけでもこんなにいろんな人にリーチしてきたからうそうだよねこっからって感じじゃあるよねそうそうそう,うそう、ね、そうそうそうかうそ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 そ いやでもおもろかったなえってことは結構あれですかラジオは聞くんだラジオ結構最近ちょっと忙しくて聞いてないっすけどそうですね前まで結構やっぱ何するにしてもラジオあのバックグラウンドでかけながらいろんなことするみたいな結構やっとったっすねえラジオ聞きながらどういうアクティビティっていうか何何するですかえでもラジオを聞きながら <coughs> 言うたなやろ飯食ったりとかゲームしたりとか,ん、うん、か SNS 見たりみたいな無音がめっちゃ俺苦手であそうなんだ,だか,らなんかかかっとらんと無理みたいな人で寝るのもだから俺なんか今でも YouTube の作業用みたいなやつを流したりしながら寝るくらいでなんか無音がすげえストレスでなんか常に。 音っていうかうん、うん、なんかかかっとらんと嫌みたいなでずっと流しながら、えー、みたいな感じですね。な,なるほどね。えさっきの言ってたオードリーのな何て番組やったっけそれがオードリーのオールナイトニッポンんだ。うん、そうそれ以外は他に何か聞いたりするんですか、うん、えー、でもオードリーぐらいしですね。あそうなんだラジオはそっちなんだ。うん、そうですね。なるほどね。え作先ほどはどういうの聞くんですか、えー、なんか普通に あれ1時間40分ぐらいあるんで1回の放送があそんんなにあるんだ長っだからそれ普通に <laughs> 何回か聞いたりとかその今週のやつを何回か聞いたり<ー>とかあのー、まあなダメっちゃダメなんですけど無断転載されとる昔のやつとか <laughs> 昔のやつ聞きたいってなったら YouTube <laughs> だからそのなんていうのめっちゃ面白い話集みたいな紙回収みたいなのがあってそれがなんか多分2時間ぐらいあるやつでそれ フリートーク集みたいなやつを聞いたりとかなるほどねえなるほどなるほどずっと流してるっと流してみたいな同じエピソード何回も聞ける何回も聞いた何回も聞いた何か逆にんか寝る時とかは同じエピソードの方がなんか聞きんかいい意味で聞き入ってしまわんからああって寝れるみたいななるほどね話そうそうかそうかえ 見づらいんだ。不眠症とかそういう感じ,じゃなのい,いや、なんか、その大学っていうのもあって、なんか、その生活リズムが割、なんか、一定、なんか、微妙に一定じゃないから、その逆転しやすいし、<ー>なんか起きる時間も遅くなるときもあるから、それで逆転、 ししたりするし長期休みとかやっぱあると今とかも特にそうなんですけど<ー>春休みやからだから別に何時に寝てもいいし何時に起きてもいいってなるとうん、うん、やっぱ夜俺友達とめっちゃゲームゲームするんだ夜で朝方ぐらいまでやってそっから寝てで起きて昼夕方前ぐらいに起きて。はい ゴロゴロして、で、夜またゲームして、みたいなサイクルをずっとしとると、大学始まった時に、戻せんくなって、みたいな。なるほどね。そういうにそに、オードリーの俺のナイトニッポン聞きながら寝とったみたいな。ああ、そういう感じだ。なるほどね。ちなみにどういうゲームやるんですかゲームはエペスね。エペックス。エペックス。やっぱりそうなんだ。エペックス。はいはいはい。パソコンいや、普通に CS で。CS なんですかあの PS5 とか PS4 とか<ー>今週末期でやっとるっすねえ、はいはい、なるほどねえ友、ー、達、ねえー、はもうそのなんかオンラインでつなげていく体操ああそうそうなんか一人3人でやるゲームなんです基本あそうなんだ 1>, 1人があの地元の友達でで1人がなんか昔 <laughs> なんかエゴサかなんかした時にうん、うん、なんか APEX やっとるリスナーの子って俺普通にやろうぜみたいな言って仲良くなった <laughs> でタメで3人全員 俺22なんですけどみんな22で仲よく3人でいつもやっとるみたいな時間ほどのキャラ使うとかあるんですか俺はパスファインダーっていうキャラいるんですけどそいつ使ってるっすねどういう効果あるんですかなんか腕からの紐飛ばせてそこ地面にくっついたらそこまでなんて言うんやろ飛べるじゃないけどキュンみたいな感じそうそうスパイダーマンみたいな感じみたいなキャラスそうなんだ 結構じゃあずっとやってる、ね、そうっすねなんかダベ <laughs> りながらバ、まあ、ボケーとしながらなんかやっとるっすねどんぐらいやってるんですかいつから始まったんですかそれはえー、でもいつからでゲーム自体は、はい、あの中,中1中2ぐらいの時からうん、うん もう FPS めっちゃハマってその時にもちょうどもう BO2 がくっそ流行っとる時期あってなんか Call of DutyCOD <ー>の「BLACKOPS2」っていう PS3 の,の,のゲームがあってそれをなんかマジずっとやっとるみたいな学校から帰ってきてずっとやっとるみたいな生活やってそっから BF4 っていう「Battlefield4」っていうゲームに手出して。 で、そっから PS4 に移行したときに、ちょうど Apex がリリースされたから、何年、でも2年前ぐらいからもうやってる。Apex はうん、Apex は。ずっと FPS やってる。FPS?FPS 超好きで。はいはいはい。ずっとやってるみたいな。なるほどね。感じっすね。俺も Call of Duty の、なんだっけ、携帯版モバイル。モバイル。ああ。あれ結構好きでやってるっていう。でも俺、その、これ、コントローラー握ってやる方を知ってしまったら、これでできんくて、なんか、この携帯で。画面ちちっゃいしそうだね。 だから、その、携帯の方のゲームでは、うん、なんかその、FPS はやらんけど、やんないんだ。ずっとそう、なんかモニターに向かって、がっつりやるみたいな FPS って感じですね。<laughs> なるほどね。そっかそっか。じゃあ、ゲームもずっとやるし、アニメも好きだし、もう結構やっぱそういう。うん、うオタク気質であるオタク気質であるんだ、うんうん、あすね。なるほどね。え、でも、音楽とか、まあ、その、サブカル系の多分、アニメとかゲームだと思うんだけど、音楽とかもやっぱそういうで結構ハマっていったみたいなところあるのあー多分そうっすね。やっぱ多分、今の、 このサウンドクラウドとかの流れ組んどったのってやっぱボカロとかやと俺は思っとってハイパーポップとかもやっぱそこと通ずるものもあるし確かにね。だからそこをだからアニソンとかも言うて結構影響を受けたりもしたからそこは多分大きいっすねサブカル系の。 その文化は多分自分の音楽とか、うん、多分今の多分シーンにもやっぱめっちゃ影響を与えてると思うですね、うん。確かに確かに。てかそうだよね。サンクラ自体が、その流れが結構そういうところでね。ね結構オタク気質の人たちとかが、結構そのミュージックの方、ヒップホップの方に入っていってみたいな文化あるのかもしれない。そうですね。確かにね。そういう意味では確かに今回のラップスターで、今までなかったタイプだもんね。絶対ねそうそうですね。そうだよね。 だからそこはなんかこれからのなんていうんだろうで日本にも合う気がするうんなんかやっぱなんかヒップホップってなんかゴリゴリの言うたらまあ怖い人がやるっていうもんがなんか払拭じゃないですけどされてってはいはいないでもできる、ね、それこそ俺みたいなネクいでもできる音楽やしみたいなやっいそういった意味ではやはぱサウンドクラウドが広げたはいはいはいかいは、ねね、いはいはいねいは そうかそうか。間口をめっちゃ広げてくれたおかげで俺も入れたし、みたいな。はい、だから多分サウンドクラウドっていうものとやっぱサブカルチャーっていうんかめちゃめちゃ多分マッチしたんやと思うんですね。うう結構割と閉鎖的なプラットフォームではあったんです。はいはいね、そうあったと思うんで。はい,はいはいはい。え、いつからサンクラとか上げ始めたんですかサンクラ上げ始めたのは、でも本当音楽始めてすぐなんで、うん、まあ3年前とかに、 ポロポロポロっつって上げ始めたって感じです自分歌うだけビートとかは作るああ全く全くつかんないんだから俺機械音痴すぎてわかんないんですよ何 <laughs> か何いじっとるかとか, <laughs> か多分耳も多分俺そんな多分普通の人の耳やからここの音がどうのこうのみたいなのも俺あんまよく分からんくてだからその友達にビート作ってもらったりミックスマスター全部あの。 頼んでますね RZBeats ってやついるんですけどそいつに全部俺一任してますミックスマスターとかなんかそいつからビートをたまにこれなんかどうみたいな感じで送られてきたやつ乗ったりとかするんでだからそいつにその任せてますねそっち系は俺はもうなんかもう歌うだけみたいなそっちなんだなるほどねその人のビート以外はんかどういうビートどこでビート見つけてくると思う ?YouTube とかビートスターズってアプリはい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  上がっとるあっから拾ってきて普通にやったり、うん、だからタイプビートも結構多いっすねあそうなんだ何なんか自分の中でこのなんかビートを選ぶ時に何、うん、かこれだってくる何て言うんですかね条件とか何かあったりするのえー、でも多分俺が選ぶってなったら、うん、なんか そのやっぱ単調なやつよりちょっと癖あるみたいなこれどうやってのせようみたいなやつの方がうん、うん、こっちからしても燃えるしはまった時がめちゃめちゃ気持ちいいからやっぱちょっと癖あるビートの方がやりやすいかもしれないね、えー、逆にねそう,逆にそうなんだえそういう意味ではあれサイファンはどのビート使ってたんだっけタウラスってう人のビートでなんかまあ言うて自己紹介なんでうん、うん、なんか その自分のやっとるメロウな感じを出せるのはどの人やろうなと思ってうん、うん、スタッフさんとかもめっちゃよかったっすけどな、うん、なんか多分被るなと思って<ー>しかもなんか1個目前回とかその前までのシステムっていうか1個、はい、1> 1個目選んだビートはもう使えなくて次のやつを新しいビートでやるってなったらまあゾットさんとかも乗りやすい。 ね、めっっちゃ思ったそこで使うのもったいないなとかも思ったしスタッフさんとかも速攻乗れるなと思ったからだから相手のタウラスさんでなんか自分の感じを出していこうって思ったのとでも2個目はがっつりラップしようと思っとったからそれ言ったら自己紹介で俺がメロな感じでやるみたいなそのこれが山田ギャルジングのやってる音楽ですよみたいな感じのやつでやって次はラップスターっていうかこのラップスターやから。 で俺も同期もラップしようと思って出たわけやし、はい、がっつりラップしようと思ったから父っていう人の結構ハードめなやつでやろうと思っとってなんでそうっすねタウラ浦さんのやつでまあ言うたらメロな感じを出して次になんかちげ、うん、えなとこ見せようみたいな感じで温、はい、存しといたみたいな。 感じっすねそうういことだだたんちなみにちょっとめっちゃ変わっちゃうんだけど山田ギャルっていこれはこれはですね山田は普通に名字なんです本名のそうなんだはいはいはいギャルはなんかそれこそアニメとかのギャルってめっちゃピースじゃないですか確かにそうかそのアニメのギャルってネクラな子にも話しかけたりみたいなそういう超ピースなんかマインドってうん。 俺にないものやったから、あのー、まあ験担ぎじゃないですけど、まあ、そのマインド欲しいなっていうのでネクロやったしギャルってつけて山田ギャルまでつけて、うん、あと1個何しようなんか山田ギャルもう1個やなみたいなんかってなった時になんかその時俺直樹マンションって人とかミルクティー飲みたいってい人のなんかまあ都市伝説系とか <laughs> スピリチュアル系めっちゃ見とって山田ギャル 山田ギャルなんやろうなと思った時にパーって降りてきたのがなんか神宮やって、うん、山田ギャル神宮ってめっちゃ収まりいいなって五、はい、感がめっちゃ気持ちいいなと思ってえじゃあもうよくねってなって山田ギャル神宮バンってなんか<ー>リルとかヤングとかそうめっちゃ多いから、はい、確かに確かに確かぶりたくないなっていうのもあったしバッつけたみたいな感じでたた、えー、それいつくらいつけたんですかそのえっでもなんか音楽やる前から多分つけとった気がしとってそうなんだなんだんか そそれこそなんかちょっとはっちゃけとったさっきも話しとったけど、ね、<laughs> 前髪だけにしたらなんかなんかそのちょっとはっちゃけたくて <laughs> なんか偽名じゃないけどなんか自分 <laughs> なんかそう欲しいなみたいななって <laughs> でパッて付けた名前がそれやったからそうなんだえー、<laughs> めっちゃ適当ではあるっすねあんも考えてない音楽やるってことを考えたよりかはもうなんかそれでいきたいな,たいなあそうなんか五感五感,感みたいなみたいな、うん、あそういう感じだった 気持ちよさみたいな感じではい、はい、フィーリングで全部バババって決めてしまったみたいなななるほどね、えー、でもなんかめっちゃ合うよねあでもそれで結構やっぱ覚えてもらえるしだからそのサイファーでパッて見た時にうん、うん、感じ方からなんて誰一人おらんくて <laughs> でも,も俺だけやっぱ目立つし <laughs> フライヤーとかでもみんな綺麗な横文字でもうなんか筆記体みたいなシャシャシャーみたいなやつなのに俺だけゴシック体みたいなまあ そう、もう一周回っていいな、みたいな。自分だけやし、みたいな。そうだだからもう、いいっすね、山田ギャル神宮は。なんかいろいろ考えたっすけど、一周回ってなんか、なんかマーケティング的にもう買っとるんかな、みたいな。覚えてもらえるし、みたいな。そうだよね。そう、みんな面白がってくれるし。確かに確かに。なるほどね。そっかそっか。いいね、いいね。え、でも、その、なんか、今結構音源とかで活躍してると思うんだけど、その、ライブとかも結構やるんですか 結構やってるっすね。なん,なんか今は制作したくて、ちょっと、うん、あの、ライブ出る機会っていうか、回数を抑えてるっすけど、結構出てますね。はいはい,はいはいはい。それこそ、なんか、1週間に2回、なんかライブあったりするときもあるし、同じ箱で。いや、そうなんだ。結構やっとったときはあったっすね。はいはいはい バチカが一番多いっす最近は。えびすバチカだ。バチカ一番多いっすね。そうなんだ。そうそう。どうなんですかな結構俺もえびすバチカのことは聞く俺はさ札幌だからあんまり東京のことそんなに知らなくて本当にマジハーレムとかしか知らないんだけどバチカは結構聞くから行ったことなくてうん。昔から行ってたっすかそうっすね。 なんか言うたら登竜門的なポジションではあるんですよバチカって結構そうなんだだからうん、うん、で結構大きいアーティストも出たりもしとるし、うん、そ,のそれこそ五イ海斗君のリリパとかも、うん、あのバチカで会ったりもしたし、うん、だから結構なんやろ有名な箱ではあるっすね登竜、はい、門、ね、名前は結構聞くからうそうですね それこそバルニーさんもエビの番組でいやいや俺もめっちゃ上がっとったもないんでそう俺もめっちゃ出るからバチカそうえバルニーさんと昔から知ってたっすか俺が多分一方的に普通に認知しとってそれこそさっき話した RZB ってやつが普通に好きでバルニーさんのことめっちゃかっこいいよみたいな教えてくれたりしとってでそれこそラップスターで普通に話してみたいななるほどねそんな感じそういうことか え、なんか、だから、わかんないけど、誰かがなんか、よ、の、ばる、山田ギャル神宮っていう名前を、なんか、ばる、ばる。あの人一番ギャルやから。<laughs> そう。え、なんか、エリアトライアルの時も、あの、その、二時時も、同じブロックやって。もう、めっちゃギャルで、なんか、その、お手本見せられたみたいな感じで。俺、全部食われたなとか思って。<laughs> いや、そうなるっす。<laughs> そうなんだそう。あれ、いっちゃんギャルなんで。そうでね、いっちゃんギャルだ、ね。いっちゃんギャルなんで。<laughs> あれはそうっすね。ギャルティーチャーっすね。背中を見て、そう、学ばんなんなっていう。俺にない、ちょっとギャルなんで、あの行くとこまで行っちゃってるんで、あの人。確かにプッシュしてるんだよね。そう、伝みたいな感じになって。ギャルなんかもう電動師みたいなやってるから、学ばせてもらわんなんなって、これから、バルニーさんからギャルを。おもろいね。絶対二人とかで立ったら面白そうじゃね。ああ、そう、結構言われるっすね。それこそ、エイジさん言ってくれた、なんかそう。 でも想像つ俺ないんですよねなんか俺やろだから3人で曲作るってなっても分からんしバルミーさんと作るってなっても俺イメージできんくて、えー、結構俺普段やっとる音楽ポップなやつもあるっちゃあるっすけどやりたいのはちょっとエモみたいなんか,かそっち系なんでうまくなんかその2人が生きるビートやったりテーマやったりがあるんかなって考えた時に。 難しいんかなとかちょっと思ったりして<ー>だから想像できないですねだからなんかあんま今なんかそんなのはないっすね、えー、そっう,う,う,うんなるほど、ね、えおやべえそういう意味ではその絵もっていうかなんか結構なんて言うんだろう結構メローな感じじゃんそれはなななれ結構難しいよねハイパーポップではないじゃんそうですね俺ハイパーポップって結構言われるっすけど、うん、ハイパーポップやってるつもりはないっすねそうだよね自分のなんかか、まあ、ジャンルとかを言って をなんか名前つけるとしたら、えーでも多分言うたらロックとかそっちに近いははいと思う。選ぶビートも基本ギターのビートなんで、うんうん、とかバンドサウンドでやりたいっていうのがあって、あーバンドサウンド結構そっち系やりたいんで、うん、そうそう。えだからそっち系のビートっすね。なんかバンドサウンド本当にギターなっとってみたいな。うんうん、なるほどね。そうかそうか。えでもその なんか全然結構ロックを聴くわけじゃないんだいやでも全然聴くしそれこそ多分リリックとかの、うん、多分影響を受けたのはラッドウィンプスあ,あれも日本語の使い方いい意味で希少いんですよめちゃくちゃ <laughs> でそれに俺めっちゃ食らったから, <laughs> からラッドとかも <laughs>、はい、多分そことかホルモンとかマキシマム・ザ・ホルモンとかも聴いとったし。 でボカロも結構あのー、あ<ー>なんやろロックな曲も多かったりで俺がそれがす,すげえ好きやったりしたからっていうのもあってやっぱそうっすね。 バンドもちょこちょこ聴くし、みたいな。そっから多分影響はされてると思うんですね、音楽は。なるほどね。え、ボカロって曲作れたりかするってことですよね、あれはね。そうそうですね、そうですね、ピー、ボカロ P が。ボカロ P が。はい、作ってるって感じですね、ビートも。ビートも。はい。そういうのはやんないんですか、全然。いや、わかんないっすね。なんか機械音ちから。そう、わかんないっす。マジで。なんか、苦手なんですよ、こうパソコンでこういう絵あるの。そうだった。そう、もう、俺はもう、 正直な小説何小説がどうのこうのとか、はい、まあ,あんま分かんないんで<っ>なんかも感覚で全部ここまで来てるんでもわ分かんないんですよなんかまあまだ番なんですけど分からんからもうもう歌ってかませばいいやって思ってるんでそうなんだそうだ,からやだからもう今できる人に全部任せてます俺は<ー>そういうのはえ曲の編曲とかは えー、でも自分で考えたり構成ってことっすよね、うん、は考えたりはしてますけど、うん、まあでもあの一緒に俺曲やっとるイゾルマってやつがおるんすけどそいつ結構言うたらロジカルに考えれるタイプクラシックギターやっとってそいつが、えー、でフランスに留学も行ったりして結構ガチの人で、ね、でそいつが言ったら音楽理論がすげえ持っとるそいつになんか。 タイプビートでも、うん、いやここ長いからこうしようみたいなの二人で話し合いながらやったりもするっすねだから変えるってなったらあいつと一緒にやっとる時はと変えたりもするっすねうん、うん、はい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 あそうなんだそうそうえー、じゃあ結構周りにそういうさっき言ったよみたいにさ編曲やって編曲じゃなくてごめんあのマスタリングとかミックスとかやってくれる人もいるし、うん、なんかそういう理論とかも知ってる人もいるみたいなそうっすねだから一応補ってもらってますねそこら辺は,はい、はい、結構友達に そこらへんはなんか自分のないものは保管してもらっとる感はあるっすねうん、うん、なるほどねそっかそっかえちょっとまあなんかプライベートな話ももっとしようかなと思ってて、うん、地元が石川石川県石川県石川県ってとこっすねそうだよね結構遠いよね結構遠いっすけどまあ北陸新幹線ができたから3時間半とか2時間半で割と帰れるようにはなったっすね結構帰ってるっすかやっぱ結構帰ってますね,すねそうなんだ 友達がおるんで,うん、うん、でそいつら俺すげえ大好きで家族レベルもう家族だと思っとるぐらいめっちゃ大好きなやつらでなんでそいつらがなんか結構仕事今しとるからみんな社会人で、うんうん、で休みがバッて会う日がなんかあんまないから休みが会うってなったらじゃあ俺は行くわ俺も行くわってなってその一日でも会えたたたたら俺も会会いいいししみみななんとっっりてるっすねはいはい、はい、え結構帰ったりえ彼らは。 その高校の同級生とか中学生とか、えっと、結構バラバラで 1>,、うん、1人が中高一緒なやつで2人中高一緒なやつで、うん、高校一緒なやつでなんか中学校の友達の友達みたいなやつと俺みたいな5人、ねえー、いつもその5人で遊んでるっすねえどういうふうに出会ったんですかそれは普通あの中高一緒な2人は、うん そしてまあ中学校で仲良くなってまたち違うわ中学校中高一緒なやつと中学一緒なやつと、はいはい、あと高校一緒なやつで俺が大学入ってから仲良くなったやつみたいな感じなんですけどで中学校一緒な2人はもう中学校そのまま仲良くなってって感じなんですけどでその中高一緒なやつが、まあ、大使って言うんですけどうん、うん、その大使が仲良くなったのが 「その高校一緒」って言ったさっき「トーマってやつなんですけどでそこでなんか結構大使も一緒になんか遊んだりしとったからヒップホップとかもなんか2人でバトル見たりもしとって<ー>みたいな,な、ね、でその中に、あのー、その中学校結構なんかわちゃわちゃしてるんですけど,すけど <laughs> 難しいです難,難しいです難しい <その S 2> 難しいすいですごいなと思ってです難なんかす難し なんかずっと一緒におるから思い出も共有されてるんですよ全部<ー>それこそ,、ね、その高校の時に俺は特進クラス、うん、特別進学クラスっていう大学進学のクラスやったんですけど<ー>でその高校一緒の2人は別のクラスで普通のでも俺らの高校偏差値40ちょっとしかなくて超バカ校で <laughs> だからなんかその3年間で何50人ぐらいやめて待って1クラス以上そう。 もうごっそりやめて待って <laughs> その中に俺の友達2人おったから俺学校でなんか言って特進で周りなんか喋れる人そんなおらんくてみたいな<ー>野球部とかともなんかあんまつるまんくてあそうなんだってなったらなんかずっとそのなんて高校おる時はなんか 楽しくないといとうかただ授業を受けて帰ってくるだけやったけど帰ってきてから耐震地でそのみんなであのサンクラディグったりするみたいなのが超俺の中の青春やってそういうのもずっとなんか一緒に過ごしとったからめっちゃ仲いいっていうのもあるっすね。そうういことかじゃあみんんななな結構音楽つながりなんだ そうっすね。そうっすね。結構ずっと一緒におったんで、趣味思考は結構やっぱ似とるっすね。なるほどね。そうかそうか。え、遊びに行くって言ったら何、何するんですか石川で遊び、うん。いやでも、飯食いに行くか、でも石川帰ったら絶対銭湯行くっす、みんなで。銭湯だ。銭湯行くか、はいはいまあその、金沢ってとこ結構有名なんですけど、石川県あったら、金沢にある片町っていうなんかその場所あるんですけど、片町に、 スケーターショップみたいなのがあってそこでちょっと買い物するとかそんぐらいですね遊びとドライブしたりとかドライブとかねそんぐらいっすねマジでそうかそうか結構やること失礼かもしれないけどやること少なそうだなっす。そうなんですよでんか一時やることなさすぎてマージャンとパチンコにめっちゃ沼った時期があってもうやることないから夜とかはマジやることないからずっとチャンスをおったりするですけど結局 みんな金なくなってくだけやから、いや、そうだよにやめようってなって、今ちょっと休んでる、ですね。ほんと、そんぐらいやることないみたいな。そっ、ね、かそっか。なるほどね。だからやっぱ、つるんでることが結構精神だったりする。<laughs> ああ、そうそう。一緒におるっていうのが、まじで、もう、一番そ,うそう、遊びみたいな感じですね。<ー>で、話せとるだけでもういいっていうのがあるんで。なるほどね。って感じですね。ガチな友達だね。そうですね。もう、家族っすね。そうだね。 結構家族だ、ね、そうですね最初の頃は寂しかったっすねっでもなんか言って俺の頑張っとる姿も多分見て応援してくれとるんで俺も全然最近帰れてないですけど忙しくてうん、うん、でも頑張ろうと思えるしあいつらのためにうん、うん、だから何ん、うん、やろ今音楽で、うん、まあ金稼いで,うん、うん、であいつらにも還元したいなってのがめっちゃあるしはい,、はい、いいねなるほどね そ,かそ,かそうですね。いいね。なるほどね。え、東京に来たのが大学進学だから。4年,4年前ぐらい。年前ぐらいだ。うん、え、最初結構大変だったいや、大変やったし、なんか、まあ、石川県で、まあ、方言ゴリゴリじゃないですか。そうだね。そうだね。<laughs> あ、俺、最初、俺、泉修大学ってとこ、行っとったんですけど、うんまあ、行ってるんですけど、それ、小学部、今、東京なんですけど、キャンパスが。うん。うん、前まで、あの、神奈川、 やって言うたら神奈川の人らが結構周りにおってなんか標準語プラス神奈川弁みたいなのがあってなんかんな,な,なったかなまあその「何々さ」とか言うたら、うん、その標準語もめっちゃなんかうってなったしきつかったし。はいはい、あそそううなんだそう でなんか神奈川弁の「お前何々だべ」みたいな言うのも何それ気持ち悪いと思ってちっもうごめんなさいっすけど俺めっちゃ受け入れれんくてそこのなんか感覚みたいなのはなんかめっちゃ今でこそ慣れたっすけど最初めっちゃなんか気持ち悪かったっすねずっとそうなんだ逆にねそう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 もうそ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 そう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 そそうそ 結構きつかったったすね違和感ずっと話しとっても違和感があるみたいな引っかかるしみたいなそっか <laughs> きつかったっすね結構俺もおしゃべりやし <laughs> そうだよねそっかそっか,そっか確かに、ね、<laughs> なるほどねあそっかえでもそれ以外は結構割とスムーズだったそうですね結構順応したっすねやっぱ、うん、なんかずっと行きたかったとこやったから<あ>ライブとかもめっちゃ遊びに行ったしは結構なんやろ あのいろんなショップっていうか、うん、服屋とかも行きたいとこもめっちゃ行けるようになったからやっぱ遊びに困らないじゃないですかそうだね東京とかで特にねだから結構順応したっすねなるほどねえ服とか結構好きなの、ね、やっぱスタイル結構あるもんねそうっすね,ね黒って感じだけどあそうそう俺基本黒,し黒白とか、はい、モノトーンっすね全部しか着ないっすね、うん、なんかかっこいい って思うのが昔結構派手な配色の服とか着てたんですけどいろんな服のでも今も黒に落ち着いたっすね今日とかも全部真っ黒だね。黒一番かっこいいなっていうってのあるっすねあ、そうかそうかえ、どういう服のブランドが好きなんですか服で言ったらちょうど今日着とるこのジップパーカーこれボディがあのリーなんですけどこの青い産業っていうブランド俺めちゃめちゃ好きで青い産業青い産業っていうのは刺繍 のブランドなんですけど普通にボディ持ち持ち込めて、うん、で俺これボディ持ち込んだんですけどそしたいろいろデザインある中でこれとこれみたいな、うん、言ったらこう彫ってなんかそのやってくれるみたいなあカスタム系だあそうですねでも普通に商品もあるみたいな、はい、あそういうことかへそうカスタムもできるしだから裏とかも裏のねなんか結構すごいよねすごいすごい これは犬みたいな。いや、なんかもう、デザインも結構、わからん。なんか、結構特殊な。特殊だよね。てか、犬こう背中繋がってるみたいな。背中ってか。そうそう、んかぐちゃってなった。すげえな。はいはいはい。刺繍で結構いろんなことしとるえじゃあ自分でなんかボディ買って、それにカスタムするんですか背持って持ったり、普通に青い産業の商品、買ったりとか。はい。えあ、それはどこにあるんですかこれはなんか前まで、ど、どこやったかなん 千駄ヶ谷千駄ヶ谷,谷の、なんか、前まであ今、昔あったとこがちょっと変わって、はい、多分板橋かどっかの、うん、とこに店舗が移動して、まだでも行け自分行けてなくて、だから行きたいですね。いいね日本橋とかの近くかなになったですね。店舗結構移動するんですけど。するんだ。そうそうそう。なるほどねえ。じゃあそのショッピングするときは、そのエリアで行くとかいうよりかは、その、 あそうですねんかか葵産業は結構ネットとかで買うんですけど買いに行くってなったら、うん、渋谷にあるプロブっていう、はい、あのスケーターブランドセレクトショップみたいな、はい、あるんですけどそこで結構買ったりしてますねプロブか葵産業ですねプロブ行けばなんかそのヤードセールっていうブランド自分結構好きでそのスケーターブランド。 プロビ行置いててあるるんでそれ結構見たりとかしてるっすねえスケートをやるんすかいややんないっすけど、はい、さっき大使っていう友達が1年間だけあの東京こっち越してきとって言うたら居候みたいな東京人みたいな感じで俺2人で住んどったんですけど <laughs> うん、うん、そいつ結構そういうスケーターブランド好きでうん、うん、で結構ディグっとって「プロ部ってとこあるから一緒に行こうぜ」ってなって、はい、一緒に行ったのきっかけで。 俺も結構そういう服好きやったりするんでスケーターブランドの服が好きやったりる、ね、するんでらやらないっすけど普通に買ったりしてますううスケーターのこのサイズ感が好きとかそうですね結構んなんか XL 以上じゃないと,と着たくないなみたいなもなんか、はい、<laughs> あって <laughs> 今,今ちょっと L とか着,着るようになったんすけど <laughs> なんかでかければでかいほどいいみたいな。<laughs> <laughs> 時あって、だからやっぱビッグシルエットスったット。<laughs> そういうことか。そうそうなるほどね。ダボダボ,ダボ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 ス受けの。そう,そうそうそう。のが、なんか動きも映えるし。はい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 。は好きですね。なるほどね。そういう感じでさ、スケーターブランドだってた。あそうそうですね。そういうことか。なるほどな、そっかそっか。ええー、おもろいな。いやーそっか。ってことでね、結構もうあっという間に1時間とかも経っちゃったんですけど。早い,早い。マジで楽しかったですけどい、えー。こちらこそっす。いやー、嬉しい。だから、なんかこれからの目標とかもちょっと聞きたいなって思ってて。 これからの目標。はい、直近で言えば、やっぱ音楽で飯食うっていうのが、直近の目標ですね、うん。はいはいはい。これからの目標、うん、でもなんかやっぱもう、今しか、なんかやっぱさっきも話したっすけど、うんうん、考えれないんで、はいはい。なんかわ、わかんないんすよね。なんかこれからどうなるかみたいな。ういや、なんか、かまし続ければ、はい、まあもう、行くよね、みたいな感じなんで。そうそうだから今、 どんだけかませるかみたいなののもう連続みたいな感じですねだからとりあえず今は音楽で飯食う、はい、ってなったら多分次の目標が見えてくると思うんで、ね、そういうことかじゃあ今も制作制作するそうそうですね<ー>ライブやったりとかはいはいはいっつってな感じっすねなるほどねえなんかリリースのデーとかもあるんですかリリースは一応来月にシングルを出そうかなっていうえっと4月ですね4月に 4月のいつになるか分かんないですけど、はい、4月にシングル出そうかなと思っとって、うんうん、で、それが終わの、出し終わったらアルバム、うん、夏頃にアルバムが多分出ると思うので、チェックしていただけたらなと思ってます。なるほど。ほどじゃしばらくもう制作に結構打ち込む感じそうですね。今は制作かライブとかあんまり見れないのかなでも、月、 一、二回ぐらいはあ,あ,あって、それこそ最近結構県外からの物件が増えたんではい、はい、県外は結構なんか交通費とかの,あ,の、はい、あれもあるっすけど、いろいろ話し合っていけるとこは行こうかなって感じですね。はいはいはい なるほどね。そうか、じゃあ結構全国に行くみたいな。そうですね。はい,は,いはい。それも一応目標ではあるっす、ね、いいね、いいね。いろんなとこ行くっていう、今年は。そうだよね。やっぱ結構ラップスター、結構きっかけもあった。ああ、反響は大きいですね。やっぱ反響大きい。やっぱそうだよね。そうすねあそこ、あれだけマスにね、人気があったら、えー、そりゃそうだよね。ありがたいことに結構やっぱ、増えましたね,ね。はい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 。そっか。うわ、これからすげえ楽しみだな。<laughs> マジで。ってことで。え、どういう SNS 結構 あの、頻繁に使ってるんですかえ、でも結構俺、携帯ずっといじっちゃうんで、結構やっぱ見、見てますね。あ、本当。はい。じゃあもう結構、どこのチャンネル行っても見れる。あの、あの、神宮がやって、今やってる感じのこととか。ああ、全部もう見ていただいて全部。はい。インスタ、ツイッター、TikTok とか言ってるのかなテ TikTok も一応入れてますね。おティックトックとか。まあその辺。今から多分動かしていくと思うんで、チェックしていただければ。ぜひぜひ、皆さんチェックしていきたいということで、これからのね、活躍を楽しみに。 はい。応援して、みんなで応援して、これから見ていきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで。お願いします。はい。また次回お会いしましょう !Peace!Let's go!